師走師走、天気は崩れないけど普通にしっかり寒いな。で、最近の悩みとしては昼夜逆転したのでお昼頃に起きてます。そしてそれから出かけるともう日が短い日が短い、5時前にはもう暗くなるからね。 Amazon で買った靴が届かない B 方式です。ブラックフライデーなんで靴買ったんですけど1週間待ちだから、いやこれじゃない、フットサルシューズね。ボール蹴り行けないから今日も食べ歩き。出かけてちょこっともうカメラ回したら3時やんけど、ランチタイム終わってるけど投資のところがあるんで見つけた。デカ盛りのチキンカツを食べに行く。この辺はさっき大阪ドームを通り過ぎたんで、大阪市港区のあたり、何もない、いや何もないことはないねんけど、飲食店はそんな多くないな。海遊館がある。海遊館ね、俺お魚好きなんですけど、見るのは好きなんだけど食べるのはそれほどやねん。でこの港区に一軒デカ盛りで有名な店、あそこちゃうか、目の前なのが看板見えてる、あれ赤森ってとこ、赤森だったかな、赤丸か、赤丸食堂、赤丸食堂、あそこやろ。オリックス応援する、そらそうやろ、大阪ドーム近い。あ、だぞ、あれや、はい、ここです、有名赤丸食堂。サイン式じゃん、切ったぞ、何じゃこれ。いただきます。うまそう、うまい、うまいね。ご飯はこれ2合、2合くらいある。これはまたすごいな。なんなんこれ。限界が来た。もう入らん。限界が来たのにパックもらった、すごい量やった食い切れんかった、腹パンパン。味もうまかったわ。さっきの赤丸食堂、量もさることながら味もなかなか良かったで。デミグラスとかもちゃんと手作りやし、ポテトサラダもあの市販品みたいな感じじゃなかったな、ちゃんとあのマッシュポテトから作ってるような感じで味うまい。ただちょっとあの漫画盛りは無理漫画盛りは無理です、ものすごかった。松の家4人前ぐらいある、松の家で4人前ぐらいあるわ多分。腹いっぱい来たぞ。弁天町のメガドンキ、ここになんかあの無人の服屋ができたらしいんだけど、これかな、ストッピーってやつ。確かに誰もおらん。ズボンどんぐらいすんの、あ結構すんねんな。格安ってわけじゃないか。22バカ22、なるほどね。バルセロナの、いやバルセロナの古いバルセロナのタオルがあるやん、スポーツタオル。あのストッピーっていう無人服販売屋さん、別にそんなに安いわけじゃないねんな、あの値段均一で、なんか結構ブランド物とか置いてある、ブランドっていうか、まあ、そこそこ名の知れたやつ。俺が欲しいのはもう安くてわけのわからんブランド、聞いたこともないようなやつが欲しいんだけど、安ければ何でもいいんですけども。あともう食べ過ぎちょっとやばい、食べ過ぎですよ、何十億年もって感じなんで。ネオンになってしまったからちょっと歩いてる。
この前の東武市場のところよりも多かったな、明らかに。漫画盛り屋のご飯 1.5 合ぐらいあるわ、あれ食べきれん。俺らも1890円からな、普通に2食分や2食分やんけって。ちなみに俺の1日の食費はだいたい1000円ぐらいな、普段通りやったら。この辺あんま馴染みないねんけど、1年ぐらい前になんか秘密基地が欲しくなってボンボロ物件探しててんけど、あれここ一回下見に来たの。どんなになってんのやろ、結局買わへんかってんけど、手数料が高いよな。誰が買ったんかな、俺が下見に行った直後ぐらいに植えたらしいけど、別に改装はしないよ。転売か。あんまこの辺活気がないよな、商店がとにかく少ないねんな。これ三席に近いからね、ひっそりしてるわ。あー紅葉が超いい感じやな。この前六甲山行った時はあの山登りに必死であんまりほっこりできんかったから、ちょうどいい感じだ。明日は多分人いっぱいやろうな、今日は金曜日な。紅葉今がほんま見頃やね。さてと、さっきリュックに入れたあのチキンカツどうなってる、デミグラスがこぼれてんじゃない。あ、セーフ、セーフです。マジで2日分あるからな、明日食べよう。ご飯ウーバーエイズで散々鍛えられましたね。担ぐ時にはこぼれやすいからこれ。あ、なんかずれた、ずれた。落ち葉だらけやな今。山もずっと落ち葉が続いてるからかなり路面スリッピーになってね。2日前マウンテンバイク行ったんですけどね、落ち葉だらけでズジャーって。あれはあれ楽しいんですけどね、ちょっとグリップが効かなくなってやばい場面がちょっとあった。武田薬品か、武田の株は持ってないな。株は持ってへんねんけど、今ビットコインが結構上がってるやんか。今じゃなくて4年前は俺あの仮想通貨にハマってたからな。4年前やったっけ、あの前すごい上がった時、じゃあ2年前か。パンケーキルナパンケーキっていうコインな、ルナ、1日で100万分の1になった価値が100万分の1になって、あの創業者が逮捕されるルナ。あと柴犬という安いコイン、ちょっと上がってそれを全部かき集めたら8万円ぐらいになったから、やった大金持ち。8万円やで、大金持ちやん。いろいろ買えるやん、なんか買うか。寒い中凍えながら帰ってきたわけですけども、リュックに入れたチキンカツどうなってる、どうなってる。ご飯、ご飯あ、大丈夫大丈夫、あ、全然大丈夫やん。ほらちょっと怪しい、ちょっとこぼれてるか。あ、こうなった、やばいやばい、かリュック。今日行った弁天町の赤丸食堂、あのメガ盛りのところって量が多くても味んっていう味これんっていうところが結構あるんですけど、ここねほんま美味しい。付け合わせのポテトサラダもこれなんか市販品の味がしない、手作りっぽいし、デミグラスも美味しい。美味しい洋食が大量にご飯余ってるで、これあーちょっとだけこぼれてる、一滴こぼれてる。うわデミフレーバー。皆さんも年末年始の暴飲暴食にはお気をつけください。ほなまた。